5時五十八分おはようございます社畜デザイナーのこてつですここ数週間は馬車馬のように働いています大きな案件のプレゼンがありましてそれに向けていろいろ制作しています今日はようやく クライアントへ提案するので、その様子をお届けできればと思います。今日もコーヒーを片手にメールを確認します。昨日も深夜までメールが行き交っていましたが、途中で離脱して寝てしまいました。深夜に上司から修正指示のメールが届いていました。 修正指示を確認後に仕事を進めます。9時から上司たちとビデオ会議があるので、それまでにすべて直します。9時ビデオ会議が始まりました。提案前の資料のすり合わせをします。みんなのこだわりが ぶつかり合います。ぶつかり稽古です。こうやって意見が行き交っている間も、結局修正作業するのは自分なんだろうなと思うと、胸が苦しいです。12時10分。ビデオ会議を終えました。3時間もかかりました。 作業に戻る前に、一旦昼食にします。今週は健康的に生きることをテーマにしているので、野菜を積極的に取るようにしています。今日はこのピーマンをいただきます。水でピーマンたちを洗います。 熱したフライパンにごま油を敷いてピーマンを丸ごと投入します油が跳ねないように蓋をしながらじっくりと炒めますしんなりとなるまで焼けました青臭い香りが食欲をそそります 醤油をかけて完成ですいただきます熱々で美味しいですピーマン炒めは結構好きでたまに作って食べていますでも本当はピーマンの肉詰めの方がもっと好きです包丁も使わずに 炒めるだけで簡単に作れて栄養も摂取することができます。種もヘタもすべて体に取り込みます。昼食中ですが上司から電話が来ました。お昼時にでも余裕で連絡が来ます。デザイン事務所には モラルというものは存在しません。早朝、お昼時、深夜、土日、いつでもどこでも連絡が来ます。12時30分、すぐに食事を済ませて修正に取り掛かります。今日の提案さえ乗り切れば心が楽になるはずなので、 それまでの辛抱です。13時修正ができたのでメールを送ります。すぐに上司から返事が来ました。OK のようです。これで提案へと挑みます。14時 クライアントに提案するビデオ会議が始まりました。ビデオオンなのでジャケットを羽織って参加します。クライアントはバシバシと思ったことを言ってきます。びっくりするくらいふんずり返っている人も中にはいます。15時30分。 ビデオ会議を終えました。言いたいことを言ってきますが、さすがはホワイト企業です。会議時間はとてもコンパクトです。すぐに部屋着へと着替えます。上司からビデオ会議の通知が飛んできました。 先ほどの提案を踏まえて次にどのように修正して提案するのかを話し合います18時20分長い会議を終えました今日の提案が終われば解放されると思いましたがそんなのは甘い考えでした 次回の提案に向けて修正を進めます。通常であれば、クライアントからの返事を待ってから、次回提案について考えるのですが、今回は絶対に逃したくないのか、すぐに次のために動きます。しかし、どれだけ時間をかけようが、手厚い提案をしようが、お買い上げしてもらえなければ、 無駄な作業で終わります上司は無限に時間をかけてデザイナーに作らせようとしますがそれに付き合う上司もなかなかに社畜です上司はいくら給料をもらっているのか気になる今日この頃です20時。 修正が完了しました。すぐに送るとまた戻しが来るので、送らずに温めておきます。別の案件も作業も進めます。この仕事だけやっているわけではなく、常に複数の案件を抱えています。上司以外にも別の先輩とも仕事をしています。 21時15分先ほど温めていたデザインを上司に送ります。ほかほかにしておきました。信長の草履を懐で温めていた秀吉と同じです。返事が来るまでの間に晩ご飯を作ろうと思います。スーパーに 食材を買ってきます買ってきました野菜と鶏肉たちをたくさん買ってきました今日は久しぶりに炊飯器料理をしますじゃがいもを洗います この土臭さが好きです食材を一口サイズに切っていきますじゃがいも、玉ねぎ、ブロッコリーを大量にぶち込みます鶏の胸肉も皮を剥いで 一口大に切って投入しますさらにトマトを二缶分入れて水を加えます今日は煮込み料理にしたいので水は少なめにしますそして塩コショウとコンソメの素で味付けをします だいたいコンソメの素を入れれば美味しくなります。パワーをつけるために乾燥ニンニクも一つかみ加えます。そして炊飯器にセットして炊飯スタートです。しばらく待つとします。 21時58分スマホから目を離していたうちに上司から大量の着信がありました恐怖すら覚えます急いで折り返します出社していた頃は通コール鳴る前に出ないと命を奪われるレベルでドヤされました そのため仕事をしていないときでもポケットの中のスマホが震えていると錯覚してしまう状態に陥っていました PTSD になりそうです電話が終了しました上司から若干の怒りを感じましたがリモートワークになってからまだ 優しくなった気がします。22時20分修正作業を開始します。今回は大きな案件なので上司の気合の入り方が違います。ここからはしばらくラリーが続きます。 上司も僕もブラックな環境で働いていますが、広告業界のブラックな体質の要因として、大元にいるクライアントも大きく関係しているなと思います。クライアントはお金を払ってくれているので、貴重なお客様です。そして広告代理店はクライアントのことを 神を崇めるがごとく崇拝し、クライアントの商品が売れることを絶望しています。そのため、労働時間を無視して、毎日全力で考え、最善を尽くして提案します。こんな過剰なケアを繰り返していくと、クライアント側もだんだんと、自分たちって、 偉いんじゃないと、壮大な勘違いを起こし始めます。そうすると、クライアントは、広告代理店に無茶ぶりをし始めます。そして、いろんな会社から案を出させて、その中から選ぶというコンペ形式も取り入れたりします。 どんどん偉そうになっていきますきっと飲食店で店員さんにタメ口で話すタイプなんだろうなと思いますその流れはとどまることを知らず広告代理店はどんどんクライアントを用意しますこうやって広告代理店が クライアントファーストしすぎた末に世の中にモンスタークライアントを大量に生み出す結果となりましたそして広告代理店がクライアントから受けた無茶ぶりを下請けのデザイン事務所や制作会社が受け止めているというのが今の広告業界です地獄のような業界になっています そして僕は今もこうして末端のデザイン事務所で粛々と働きますメールも送ったので一旦晩ご飯にします煮込み料理が出来上がっています思ったよりも野菜から水分が出てバシャバシャです ほぼスープですお皿によそいます具だくさんで美味しそうですいただきます鶏肉がほろほろです口の中で溶けていきます 野菜もしっかりと熱が通っていて甘みが出ています。いつもわびしい食事なので、基本何を食べても美味しく感じます。ごちそうさまでした。胃腸が温まりました。余韻に浸ることもなく、 上司からメールが来ていました。また修正を進めます。一生終わることのない労働を続け、人生を浪費します。この業務の行き着く先はどこなんだろうと、たまに疑問に思います。夜になると喉が痛みます。 そんな時はのどヌールスプレーでのどに刺激を与えますのどが焼けるように熱くなります気合いも入ります25時55分修正もできたのでメールを送ります。 上司からすぐ返事が来ました。気合の入り具合がレスポンスの速さでわかります。OK のようです。一安心です。そっと胸を撫でおろします。心も休まることもなく、別の案件の作業を始めます。 明日朝十時に持ち寄りのデザインが全くできていません。気合を入れ直すために紅茶でも入れようと思います。この前ドンキに行った時に安いフルーツティーを買っておきました。お湯を注ぐと柑橘系の香りがしてきます。 紅茶をいただきますストレスで張り詰めていた気持ちが少し緩んでいきますこれでもう少し頑張れそうです紅茶を飲みながら命を燃やして働きますここ数週間まともに休めてなく ずっと仕事をしているので疲れが取れなくなってきました。27時深夜3時になりました。睡眠不足からか頭痛がし始めます。さらに目にも異変が起き始めます。 物が異常に夜遅くまで働いているとよくこの現象が起きますそんな時はサン手 FX ネオを眼球にぶち込みます目の疲れが少しましになりました 引き続き作業を続行します。まだまだ時間がかかりそうです。寝不足で寝、ね、ちゃ寝ちゃの汗も出てきます。28時もう4時です。あともう少しで終わりそうです。 いつも辛いと言いつつ働いていますが、なんだかんだで広告が好きなのでギリギリ耐えられています。でも社会人になってからはゆっくりとテレビや広告を見ることができなくなりました。そもそもテレビは高くて買えません。 広告業界で働いているのに、全然広告を見ることのない生活を送っています。CM を見ることもなく、ドラマも見ることは少ないです。外出先でたまに CM を見たりするんですが、こんなつまらないものを作るために、みんな寝る間も惜しんで作っているのかと、 驚くことがあります。広告がどんどん面白くなくなってきていて悲しいです。広告費がどんどん削られていっているんだろうなと思います。最近、広告業界の割を感じます。29時。 朝が来ました。皆さん、おはようございます。霧のいいところまで作業を終えました。明日10時のデザイン提出は、なんとか乗り切れそうです。全身油汗でギトギトです。眠気が限界に達してきたので、 コーヒーを用意します。朝日を浴びながら、なんとか心を落ち着かせます。カフェインが全身をめぐります。もう働きすぎて、体が爆発しそうです。 5時30分本日夕方提出のデザインも残っているのでこのまま働きます今日も一日一生懸命生きようと思います本日もご視聴ありがとうございました